最近ベンチプレスがなまら楽しい。よし、今日もベンチプレスやるぞー。なかなか強いね、ベンチプレスね、君ね。え？あ、ありがとうございます。おじさんね、昔ね、200キロぐらい上げてた。うわ、出た、ジムにいる昔何キロ上げてたおじさんじゃん。教えてあげようか。ちょっとそんなやり方じゃね、重量伸びない。そうなんですか。おじさん教えてあげるよ。あ、ありがとうございます。いやー、結構うっとしいな、きついな。ベンチプレス1日のメニューはこれをやれ。デレン効果音で入れるんじゃなかったのね。セルフで入れます。セルフね、はい、ベンチプレス何にも分かんないで楽しくやる、これめちゃめちゃ大事なことなんだけども、マックスを伸ばしたいならやっぱりね、これ経験者の話を聞く、これ実は結構大事。ただ一つね、言えるのが、昔は何キロ上げてたんだよねっていう人はいろいろ話盛るからね、大体。昔話っていうのはやっぱり、ね、話持ってくから。そうなのか、俺もだってね、いや昔はこれぐらいサッカーできたはずなのになっていう気持ちがある、でも実際多分ね、昔の映像見たらそんなにできてないよね。話半分っていうことかなと思ってます。なるほどね、はい、いろんな人のベンチプレスを見てて、もっとこうすればマックス上がるのになって思うことって結構実はある。ただ僕ね、すごく人見知り。信じらんない。信じられないってよく言われるわ。めちゃくちゃ人見知り。全然見えないですよ。俺自分から話しかけられないのね。こんだけ喋ってんのに。そうそう、おーいなんていけないよね。ベンチプレス教えてあげようかなんていけないよね。見かけた時はね、話しかけてほしいね。ちょっと教えてよっつって、まあ、ベンチプレスでよくこう間違ったというか、マックスを伸ばしたいならこのメニューはやらない方がいいよっていうメニュー結構見かける。まず第一、今からベンチプレスやりますよ。よし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 、今日もベンチやるぞ。よし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 、今日のセットこれでいくぞ。よっしゃ、よっしゃ、1セット目終了。これダメ。何がダメだったの、これ。いきなりセット入ったよ。あ、まず大前提、アップしてない。アップしてない、あとはね、やっぱりこのマックスを伸ばしたいならやっぱりね、重い重量やらないとね、これ伸びないです。セットだけじゃ伸びないんですか。伸びない。もちろんセットだけガシガシやってて筋肉ついてって、もちろんマックスはちょっとずつ伸びる。でもやっぱりね、突き抜けた重量だったりとか、マックスを伸ばすために最短距離は通れないです。コツ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 やるのももちろん大事なんだけれども、やっぱりマックス、要は重たいものを持とうとする体、これが非常に大事になります。ベンチプレスに限らずいろんな種目そうだと思うんですけれども、マックスっていう、要は重い重量、この重い重量を持った時の体のダメージってすごいんですよね。これ多分みんな経験したことあると思う。デッドリフトでもそうです、スクワットでもそうです、ベンチプレスもそうです。いろんなトレーニングの中でマックスの重たい重量ってめちゃくちゃ壊れるんです体、でその壊れるってことは、要は限界を超えようとしてる。体が回数でバチ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 やって筋肉痛になりました、これじゃないです。マックスをやって全身グーって使って、うわベンチプレスなのにこんなとこ痛いよ、これがめちゃくちゃ大事なんです。なので1日のまずは最初のメニューとしては、シャフトでしっかりとアップしました、その後少しずつ重量上げていってほしい。そしてその日のマックス、これをまずは持っていただきたいです。結構ね、コメント欄だったりとか僕にね、質問の DM も来ます。マックスって毎日やった方がいいんですか。ベンチプレスやる日はやっていただきたいです。ただここで重要なのが、その日のマックスっていうのだけは覚えておいてください。というと、例えば昨日もベンチプレスやって今日2日目、うん、だいぶ出力的にきついよ、筋肉痛残っててなんだか上がる気がしないよ、体疲れてると、だったらその疲れている状態で上げれる重量、おお、これを触るんです。じゃあいつもの重量持てなくてもいいってことだね。そう、全然いい。全然いいのね、はい、それを繰り返しやってることによって重い重量を持つ体になってきます。重い重量でも全然へっちゃらだぜ俺の体はっていう強い体になってきますよね。その後何巻き起こるかっていうと、フレッシュな時、要は体が回復してすごく調子がいい日が絶対にあります。1週間に1回でも1ヶ月に1回でも必ずあります。その時にマックス更新ズギューンみたいな、
ズキュンパキュンドキュンかい、あれこれを狙っていくんです。なるほどね、はい、タイミングを伺えと。物事には必ずタイミングっていうのが大事になります。常にベストな状況ではないと。そう、だからね、すれ違った女の人、あ、めっちゃ可愛いみたいな、はい、ね、その場ですぐさ告白して、うん、結婚してください、絶対に成功しないよね。お、確かに。だったらまずは後をつける、その人の家を確認するみたいな。ストーカーやんけ。これ絶対やっちゃダメだとにかくコツ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 ベンチプレスっていうものと重量といっぱいお友達になる、お友達になってから恋人になる、恋人になってから結婚しましょうみたいな、おー、そのルートが大事っていうことだよね。なるほど、はい、で次にマックス終えてからです。終えてから、はい、マックス終えたら重量を外しました。ここからやっとセットに入るんです。うん、5発でも8発でも10発でもいいです。自分が一番重量伸びそうだなって思う重量回数、これでやっていただくのが大事になります。過去の動画にもですね、僕3レップ5レップ8レップいろんなメリットありますよっていう動画も上げてます。そちらもね、合わせて参考にしていただくと自分に合った回数っていうのは分かってくると思います。そのセットなんですけれども、基本的には重量を変えずに最後までこなせるっていうのを目的としてください。例えば上がらなくなったからどんどん下げるよじゃないです。要はストレートセットですね。ストレートセット、はい、40キロでセット組みますよ。1セット目40キロ5発やります。もちろん1セット目なんで結構軽いです。2セット目も40キロで5発、最後まで重量と回数変えずに終わらせてあげるっていうのがこれ大事になります。そしたら今日は変えずに行って、あ、軽かったと思ったら明日あげてもいいの？もちろんです。これはね、どん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 登っていきたいですよね。しっかりとフォームが崩れずに確実に自分はこの重量をものにしたらと思ったら上げるっていう、その感じですね。これの意図としてはフォームを最後まで崩さないようにやるっていう、この部分も非常に強いです。フォーム崩れちゃうとどうなるの？怪我します。おお。なおかつそれマックスでやりたいフォームですかっていう話なんです。セットの一番最後こんなになって上げました、その上げ方でマックスやってないのに、その上げ方でめっちゃ鍛えてるみたいな、全然直結しないです、マックスに。ああ、確かに、はい、なんでマックスで自分が一発やりたいよっていうこのフォーム、それを最後までキープした状態で、そのフォームでベンチプレスを強くなったわけ。これがめちゃくちゃ大事。したらマックスで何も考えずに、うわーガシガシガシってやってるボクチンは、はい、そのまんまでいいってこと？そのまんまでいいです、正直。正直、はい、ただ怪我しますよね。今はいいけどね、未来がね。今はいいけどやっぱり未来がない。例えばね、今日一日だけお試しでベンチプレスやってみたいよっていう人はね、もうがむしゃらにやっていいかなと思います、僕は。なるほど。これ楽しいな、どん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 マックス伸ばしたいなっていう方は、もちろんフォームをしっかりきっちり決めていただいて、怪我をしないフォームを習得、そしてその中で頑張ってやっていただく、これが非常に大事かなと思いますね。とりあえずおじさん言ったベンチちょっとやってみな。あ、うん、あ、ちょっとやってみな。わかりました、うん、おじさん包丁ついてあげるから。あ、本当ですか、うん、ちょっとやってみな。じゃあマックス一発いきます。よっしゃ、頑張ろう。よいしょ。あー、潰れちゃったよ。おー、大丈夫か、おい。よいしょ、せーの、よいしょ。よいしょ。おー、オッケーオッケーオッケー。いや、おじさんめっちゃこっちから来るやん。頭の上から来ないんかい。危なかったね。今日ちょっと潰れちゃったけどね、また次チャレンジしよう。あの、おじさんいる時にいつでも補助ついてあげるから、呼んで。ありがとうございます、まあ、今日ね、よかった、すごくよかったよ。次回絶対上がるから。あ、わかりました、うん、頑張って。あ、ありがとうございます。もうこのジム来ないどこ。本日は以上です。うわ、こんなおじさんいるわって思った人は、いいね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ベンチプレスがなまら強くなりたい仲間のみんなへ、ありがとうございました。